村で遊びたいと思います。です今から雨が降ってきそうです。そうだね、天気良くないもんね。雨降ってるね、ちょっとだけ。最近の服を買ったよ。そう、島村の限定コラボを買ってきました。イエーイ。あ、待って、あ、これはね、関係ないやつ。さくらちゃんの可愛いキュロットと、ここにね、マイメロちゃんのカバンは500円だったからね、可愛いの買ったね。これは靴下。イエーイ。じゃーん。これね、一人一個なんだって。で、一人一個しかね、だけじゃんね。いろんな人に買ってもらいたいからということで、一人一個しかなくてね、たまたまパパが来てくれたから、ママとさくらとパパの3人分買えたんだけど、もうね、同じサイズだとね、いろんな種類を買えないんだって。このサイズは一個だけって言われて。でね、蓮くんたちが好きそうな黒のバーイの靴下と、あとさくらちゃんの好きなピンクの靴下を買ってきたよ。あー、バーイ、いいでしょう。それでは、やります。次はこれ、ブーブーの時のだね。ヒカキンのこちらです。いいでしょう、トレーナー、これね、何センチかな、100100だから、さくらちゃんかかえでくんが着れるかな。カーディガン、ママ。いい？カーディガン？カーディガン、これ。これ、レンタのサイズだ。またヒカキンだね。ヒカキンさんの、これは130、そうだね。レンくんのサイズです。ボーイってやってるよ。ボーイの時だね。レンくんがいいって。そう。これはね、ネイビー。黒じゃなくて、紺だった。見て、ママ。すごいね、朝ね、実はね、並んでて、開店前に来たんだけど、うさぎちゃんかわいいね。開店前に行って、並んでて、買えるかなって、すごい心配だったんだけど、なんとか買えました。やられるよ。みんなの分買える。よし、見ていこうか。なんかね、一人一個で、みんな買えるようにってね、お店の人が言ってくれたから。あのさ、幼稚園の時さ、これ着たよ、ママ。あ、ほら、セイキンだよ、カエルくんが欲しかった、セイキンさんの。ママ、幼稚園の時これ着たい、ママ。いいよ。カエルくんのサイズです。今度はセイキンさん。これさ、あれって言ってたよね。なんだっけ、スズメバチって言ってたね。うん、黒スズメ。あ、そう、黒スズメバチ。丸そうに顔してるって言ってたよね。あのさ、これさ、あのさ、か、うん、これもらってるだけってやつだ。もらってるだけって、うん、もらって借りてるだけだ。借りてるだけって言ってたの、うん、あ、そっかそっか、うん、買ってないって。カレくんかっこいいね。はい、チャームネクタイ。そう、次カレの、これもカレのサイズ、うん、これカレくんのサイズかな。レくんが見るね、うん、100センチ、そうだね、さくらちゃんかかえでくんのサイズね。かかえでがいい、ママ。See you next time。 かかえでくんは正金 T シャツが欲しかったんだよね。うん、T シャツじゃないね、正金シリーズが欲しかったんだよね。あ、パパと一緒のやつがあるじゃん、かかえで。そうだね。そう、れんくんと同じの着れるね。そう、これは同じやつの140。1500円なんだよ、安いよね。かっこいいしね、セイキンさんと。よっしゃ、次じゃじゃーん。あ、これもうカエルのサイズじゃない、これ。これも、そうだね、うん、これカエルくんかさくらちゃん。そう、だから110がなくって、うん、そう、100だからちょっとカエルくん小さいかもしれないけど、いいかな、カエルくん細めだから。細め、うん、でブーブーのやつだね。カエルはブーブーが欲しかったの。カエルくんはセイキンさんの、そう、これとセイキンさんのあれでしょ、蜂のやつだよね。うん、
ね。そう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 。だけど蜂の苦労はなかったけどさ、うん、See you next time はあったから許してね。うん、うん、なんかね、大人用のやつ着なかったんだ。紫です。ピンクです。ピンク、ピンクです。ピンクです。これこれね、パパ、小楓くんがこれが欲しかったんだよね。うん、ねえ、これが欲しかったんだよね。このサイズのね、110が欲しかったんだけどね。あ、もう一つある、これ。あ、そうなの。これ、これ、まあ、これママサイズ。そう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 、メンズの M なんだけど、これママ着ようかな。ママ、ピンク好きだからピンク良かったね、ママ。うん、そうなんだよ。これはメンズの M と L で、パパとママで着ようかなって。でもね、カバンになっちゃうんだけどね。カバンのさ、あのさ、さあ、ピカピカだ、ここ。どこ？あ、ほんとだね。綺麗だね。だってさ、さ、珍しいからじゃない？あ、そうかも。そうだね。限定だもんね。うん。それから、今度は、じゃーん！ママちゃんのそう、ママちゃんのピンクのヒカキンブーム T シャツです。上手。ね、ママ、見て、これピンクになっちゃった。着れそうだね、スカートみたいに。やだやだ。ね、これさ、レン君のダンスに着れそう。あ、いいじゃない、ダンスに。ほら、ブーンブーン。嬉しいね。これダンスに自作頑張ろう。いやーん。これ反対です、見えません。これ。あ、それだね、そうそう、バーイのね、パパバージョンです。レン君のバーイもある？そう、レン君のバーイあったよね。うちはなかった？これだよ。あったよね、レン君バーイ。うん。カーデバーイもあったよね。あったかね。もうなんかどれがどれだか分かんなくなっちゃって。バーイだ。あ、違った。あ、これ。次か、誰サイズ？これね、ママサイズ。ママサイズ。うん、ママいっぱい買っちゃった。ママの T シャツ。これはね、M って書いてある。レディースの M かな？メンズの M だったかな？レディースの M だったかな？次はこれ。これ。反対になってます。次はこれ。これね、見て。ヒカキンコラボなのに、ウームって書いてある。ほら、これです。それはね、さっき見せました。780円のやつがさ、300円になってるんだよ。そう、なんで安くなってんだろう。前のやつなのかな。買っちゃいました。タンクトップなんだって。ちょっと開けてみよっか。うん、うん、かわいいね。広げてみたよ。さ、ハートがついてる。これヒカキンさんの顔だね。うん、かわいいじゃん。さくらちゃんのです。それは女の子よ。さくらちゃんのタンクトップ、夏になったら着れるね。あ、これも、そう、それもね、見て、安くなってたの。これ今度セイキンさんのやつ、780円。あ、これも。そう、レン君とカエデ君とさくらちゃんの3つ買えた。ほら、3つ買えた。うん、これは3ついいですよとか言って。あのさ、これかあれ、これさくら、これレン君。うんとね、これがレン君で130だから、これが楓くん120、これがさくらちゃん110です。これも夏に着れるじゃん。開けてみよっか。綺麗に開けた。あ、すごい綺麗に開けたね。これも綺麗に開けると。あー、ほんとだ。ママが綺麗に開けた。あ、そう、さくらはすごいじゃん。ママは、ママだったらぐちゃぐちゃだったけど。ママビリビリだったから。そうだね、ビリビリになっちゃったね、ママね。これ見て、これは何？あ、恐竜。恐竜だね。セイキンさんの顔はないの？え、セイキン？あ、ここにある。ここにあった。かっこいいじゃん、恐竜で。あ、かわいい女の子恐竜もいるよ。ほんとだ。うん、いいね、みんなお揃い。でもね、これヒカキンいた。ジョージって書いてあるけど、いいね。ジョッキって何？また。いやいや、着てみたいと思います。これでかいよ。じゃあ変身するよ。ぐる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 。切れました。イエーイ。
ーイ。さくらちゃんはブーン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 。れんくんはわーい上手かっこいいね。気をつけ、見せてください。かっこいいね、一周してください。同じことできたね、れんくんとね。よーし、次からこれ着たい。そっちも着てみたいの。いいよ。今から着てみたよ。はい、2着目。かえでくんはセイキンさんの8。なんだっけ、何スズメバチだったね。黒スズメバチ。さくらちゃんはブーンブーンのトレーナーバージョン。さっきパーカーだったもんね、グレーになったよ。れんくんは See you next time。 大きめだね。ちょっと130大きかったけど、曲げればいいね。これパパもじゃない、うん、そうだね。キッズとベビーはこのね、トレーナーとかパーカーは全部1500円だった。イエーイ。ママのは1900円かな。ママ、ね、今から着てきて。ママ、じゃあ可愛かったら T シャツが1500円。ママも着るの。ママも着るの。どれ着るの、ママ。こうやってやってるやつ。こうやってるやつね。最初は、これ。あ、これバーイのやつ。バーイのやつ。オッケー。はい。はい、ママも着てみました。じゃあ、見えるかな。これ、セイキンさんの、8。8シリーズでーす。パーカーでーす。パーカー。イエーイ。よし。さあ、これでいいかな、今日は。やめろー。そう、よかったでしょう。ねえ、このさ、ヒカキン、セイキン、しまむらコラボシリーズ、ちゃんと並んで買いました。うぱちゃん来たの、うぱちゃんも釣りたいの。うぱちゃんも釣りたいじゃない。さあ、うぱちゃん見る。みんな感想はどうですか。どうでしたか。楽しかったです。楽しかった。そうだね。はい、彼はどうだった。このかっこいい正金トレーナーを着てますが、どうですか。嬉しいです。嬉しいです。さくらちゃんは嬉しいです。嬉しいです。ママも嬉しいです。じゃあまたこの服着て動画撮ろうね。はい、じゃあ今日の動画はここまで。チャンネル登録してね。今日はもうおしまいだよ。